を開いてくれ。ダイヤモンドドッグズへのオファーの中からボスに頼みたいものをリストにしてある。どのミッションを受けるかはあんたが決めてくれ。リストに追加したミッションの目的はそれぞれ捕虜の救出、施設の破壊、要人の排除。あんたには物足りないかもしれんが、これで勘を取り戻してくれ。ミッションの詳細はカセットテープに吹き込んでおいた。受注するときの参考にしてくれ。ミッションをこなせば資金が手に入る。兵士や捕虜を回収することでスタッフも増える。俺たちの目的を遂げるため、まずはこのマザーベースを大きくする。そのためにはどんな汚れ仕事でも受ける。俺たちにもう休息はない。この痛みが消えるまではダイヤモンドドッグズの発展はあんたにかかってる。頼むぞボス。
スペスナズの支隊長。依頼はこの男の排除だ。殺すには惜しい人材だが、方法はあんたに任せる。ボス、ナシャゴカレーへ向かい、ターゲットを排除するんだ。基地に着いたな。ターゲットはその拠点にいる。奴はスペスナズの偵察部隊を連れている。油断するな。そいつか。顔をしっかり視認してくれ。ターゲットを特定するんだ。Но помните, мирных жителей трогать нельзя. Если среди них будут жертвы, это только подольет масло в огонь. Если командир прикажет мне убить гражданского, я убью командира. Я к этому готов. Надеюсь, и вы тоже. Все ясно.
クラックがあるな。クラッククライミングで登れそうだ。量は少ないが、回収すればすぐに使えるだろう。
ション完了だ、ボス。ミッションには慣れてきたか。広大なアフガンで任務を遂行するにはヘリや馬のサポートが不可欠だ。そこで新たに支援ヘリの武装および D ホースの装備を開発できるよう手配した。ヘリは開発したパーツを使ってのカスタマイズも可能だ。必要に応じて端末から指示してくれ。サイドオプスリストにはあんたに解決してもらいたい問題や達成してもらいたい目標、回収した兵士や捕虜から得られた情報などをまとめてある。ミッションではないが自由に動ける時にでも対応してくれると助かる。Thank you.
それは敵も同じだ。状況を利用しろ。その子犬、タフな奴だ。モス、そいつと遊んでいる暇はない。どうする、モス。使える言語特技兵がいるらしい。西側の情報をロシア語に翻訳する任務に当たっているようだ。そいつを仲間にすれば情報戦でさらに優位に立てる。言語特技兵を探し出し回収するんだ。По-английски? Это непросто. Наверное, работает в переводческом отделении аналитики западной разведки. Я часто вижу у тебя... Что ты знаешь? Я друг твоего.
Конечно. Мидори-но-бошино-сурен-хе. Накама-ни-сре-ба-россия-го-но-цуяк-си-ен-га-э-ра-ре-ру. Кайшу-ште-гре. ロシア軍の特異兵だが、かなり強力的だ。西側のような自由な暮らしに憧れていたらしい。思わぬ広いものだったよ。早速支援班に配属した。ロシア語の通訳支援に当たらせる。これでソ連兵の言葉がわかるようになった。尋問も可能になる。任務に役立ててくれ。 ダイヤモンドの原石だな。俺たちの資産として GMP を向上できる。
ランニングゾーンに到着。待機する。了解。回収する。戦地から保護してほしいと依頼されている。余裕があれば回収してくれないか。報酬も弾むそうだ。作戦行動は体に悪い。少し休憩した方がいいんじゃないか。マザーベースに戻ってくれ。こいつは？あんたが回収した犬だ。ちょっとやんちゃでな。犬種はわからん。育つのか？ああ、こんなだ。俺に預けてみないか？まだ子犬だが、すぐにあんたの役に立てるようになる。いい原石を拾ってくれたな。磨いてやれば俺たちにとってのダイヤモンドドッグになるはずだ。それで DD か。山猫が犬の世話ね。いいだろう。おい DD。